デクシース・ミットナイト・ランナーズ、デキシース・ミッドナイト・ランナーズは、1978年に結成された、イギリス・バーミンガム出身のポップスバンド。リーダーのケビン・ローランドのワンマンバンドであり、毎回作る音楽、ファッション、スタイルを変え、1980年代までは、メンバーチェンジを繰り返した。1978年から1986年に、活動し一度解散。 2003年に再結成され、現在はデキシーズという名で活動している。代表作は1982年のカモンアイリーン。1978年、バンドはケビン・ローランドとケビン・アーチャーによりイギリス・バーミンガムにて結成。名前はリクレーショナルドラッグとして使用されたアンフェタミンの商品名デキセドリンにちなんでいる。 1982年6月にマーキュリーレコードから発売したカモンアイリーンは1980年のゲノに続き全英1位を獲得さらに翌1983年全米1位を獲得し代表曲となるこの曲はケビン・ローランドとギターのビリー・アダムストロンボーンのビッグジミー・パターソンとの共作でありバンドはバイオリンのヘレオ・ハラ ビオラのポール・スピアーズなどのストリングスセクションを加え、バンジョーやフィドルを使用したケルティック風のサウンドとなっている。この時の彼らのファッションは、革のベストに、バンダナ、ダンガリーに、サンダルというスタイルであった。1983年にこのカモン・アイリーンは、グリッド・アワード最優秀楽曲賞を受賞している。 カモンアイリーンのヒット以降テレビ出演やライブツアーが続いたがツアー終了後バンドはローランド、オハラ、アダムスのコアメンバー3名に戻るが1987年に解散ローランドはその後ソロ活動を行うも薬物中毒とメンタル問題に加え財政破綻などの問題が続いたローランドはそのまま活動を継続し2003年にバンドを再結成 Make this precious, the best of レッツメイクディスプレシャス、ザベストオブデクシースミットナイトランナーズを、EMI から発売、ツアーも成功させる。2011年に、バンド名を正式にレキシーズとし、2012年に、元メンバーで、スタイルカウンシルで活動したミックタルボットも参加し、BMG より、アルバム、ワンデー、アイアイムゴーイングツーソアーを発売。 2016年にワーナーミュージックからレッド・ザ・レコード賞デクシース・ドゥ・アイリッシュ・アンド・カントリー・ソウルを発売。30年ぶりにヘレン・オハラがゲスト参加している。日本のロックバンドボーイのファーストシングルホンキー・トンキー・クレイジーのサビはデキシーズ・ミッドナイト・ランナーズの代表曲カモン・アイリーンのメロディーを逆になぞって作成されたという。ギマーク ジョージ・パンク・ダイアリー、ザ・アルティメット・トレイン・スポッター、S ・ガイド・ツー・アンダー・グラウンド・ロック1970-1982、バックビート・ブックス、ISBN0 から879308486、ニュー・ムシカル・エクスプレス。NME、ロンドン、イングランド、1910-1982、19 P34、シンプソン、デイブ、We Were Always Hardworkers、ケビン・ローランド・ンドビッグ、 ジム・パターソン Guardian, ・オ、e、ン・ゼア・フェイバリット・デクシース・ソングス。ザ・ガーディアン・リリーブド24・ジャニュアリー2016デクシース・バ、e. イオグラフィー。dexysonline.com 2016年1月29日閲覧。ユーイング・トム・デクシース・ワンデー・アイ・アイム・ゴイング・ツー・ソアピッチフォーク・ドット・コム。2016年2月12日閲覧。ありがとうございます。